写真拡大。全3枚。阪神、福留が15日、沖縄、宜野座キャンプで名物球場アルバイトにダッシュ勝負を挑んだ。競争相手は糸井もライバル視する巨漢の球拾いアルバイト大学生。約20メートルのハンディをつけてスタートしながら余裕の逆転勝ち。息も絶え絶えの大学生に41歳の大ベテランは、あと4キロ痩せてこい。と声をかけていた。